参ります。お願いします。あかん。おはようございます。いただきチャンネル外門でございます。ということで本日はやってまいりました、福岡県でございます。有効ラッキースリーセブン太宰府天さんということで、前回茶間店にボコボコにされた、そんな記憶が新しいですけれども、本日152番、あかん。いやその後に俺一回来てるな。朝からトラブル打った日やったよね。朝からトラブルの角行った記憶あるんだけど、で9万ぐらいやられた気がするけど、そうだ、茶間の日とトラブルの日別々でした。9万9万やられてますわ。じゃあおはようございます。お願いします。147まで巻いたけど開いてない、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 開いてないよ、何も開いてないよ。カラクリもダメだ。どうする、ゲゲゲ行こうかな。茶間行きたくねえしな。ゲゲやろうかな。行くじょということで、ゲゲゲの鬼太郎、スーパー辛いと評判のゲゲゲの鬼太郎、でもそんくらい辛いということは下でもやれちゃうってことだと思いますんで。でもしょうがないもん、だってワルブレイブ、カラクリサーカス全部埋まってて、でなんならトラブルも今日増大で全部埋まってて、で茶間はもう絶対打たないし、でゲゲゲはまあ言うてね、最近入ったばかりっちゃばかりなんで、まだワンチャンないかなっていう、まあ、正直1回しか打ってないんで思い出しながらになりますけど、基本的にはゲーム数かこのチャンス目だよね、霊薬それしかないんだよね。なんか2種類しかなくて、2種類っていうのも左リールにこのチャンス目みたいな、この緑の玉が止まったら妖怪目みたいな、妖気目みたいなやつ でそれ以外なんかバーみたいなやつが止まったらチャンス目扱いで、妖気目バーバーみたいな感じだとなんかすげえすげえで、妖気目なくてバーバーだと強霊薬が使いみたいな。薬器薬王は基本的にこの体数が多ければ多いほど強くて、で10、20だとかなり強い、30だとまあまあ強いで、40、50、60が全然当たらない、70がちょっとだけ可能性ある、80以上は強いっていう感じなんで、はい、今どんどん溜まっちゃってるんで、40なんで今激弱っすね。ダメだね、激弱は40だから、通常時は基本的にその薬器薬王に入れて、でその百鬼夜行でなんとか AT を当てましょう。 AT じゃない、 CZ だね。でチャンスゾーンが2種類あるんですよね、普通のやつとあとカミーラみたいなやつで、そっちの方行ければだいぶ期待度はあるんですけど、普通の CZ だとまあまあ弱いなので、まあ一応 CZ から直接 AT には行くので、直 AT っていう言い方でいいと思うんですけど、まあまあまあ天井行くよねっていうCZ がクソ弱いから、だからこそめちゃめちゃ辛いって言われてる。ただ AT にさえ入ってしまえば、猫娘チャンスみたいなやつがまあまあボーナスみたいな感じで出てくるんですけど、そこでカラクリで言う3度目みたいなやつが入れば、ステップアップしていく、で2段階上げれればもう最強になるんで、割と近いっていうのがとてもなんかやれそうなイメージが湧く要因。はい、では行きましょう。2枚目、2、あ、ステップアップ来た、強い、これ絶対強い、3、え、絶対強いじゃん、 CZ 取ったな、え、2? あー、指鉄砲、はい、OK、 406ゲーム、 CZ っすね。お、か、あ、えらい方に、あ、ならないか、別にいつもこんなか、はい、弱い方でした。息吹丸、この中でもういろいろ引かなきゃいけないんだけど、とりあえず3で 20% とかなんで、そこまで最低でも上げないといけない、4から 80% 上げる、2なんですよ、無理やろ、無理やろ、それは当たらないで評判なんですから。なんか先ペカした、設定してないのに、チャンスで、これなんか、あ、レバーボールモードオンになってるの、じゃああっちいいかもしんない、はあ、100、あ、高くない、それ
あれ、ああステップアップ、やっぱね先バレだもんね、さすがに熱いわ。あ赤い赤い赤い、リモコンゲッタでもさすがに503ゲーム、チャンス目からっすねこれは。いや弱っ。あここで引けんの、ここで引けんの、夢のちぎだと。ない先は長そうだね。3枚目いきましょう、早いね。あぶねーダメかと思った。3回目、そろそろいろいろ弾けるだろう。おっ陽気2個2個、うん、もう1個取れればな。リプレイでもいいんだよ、ヨーキメでもいいんだよ、チャンス目でもいいんだよ、ベルでもいいんだよ。リモコンゲタからのこれリプレイあるよ、リプレイはチャンス目でしょこれ。やりました、風、あーあーあ、でもワイヤル臭くない。ぬるいぬるいぬるいはぬるい。はい、ということでようやく出し取れました。2万2000ですね。これは疑似遊戯だから回るよね、回る。で、初当たりの時だけロックされて15ゲームプラスか、だから25ゲームで40ゲームなんだよね。それ以外はあの基本的には25ゲームだけで、もう天井まではいかなかったんで残念ながら墓場スタート、継続期待度 50%。 ただこの台のいいところは1個上げちまえばプラス1連確定というか1段階下がるだけなんでね、失敗した時に。頼むぜ赤、弱っ、ベルじゃダメ。はい2人ですね。え今の今日だよ、あれ今の今日だ、あれ香ります。4枚目、あらいきなり対決チャンス目からですね。あ指でこうだね、いけるぞこれ、直撃、ああバトルだ、ああチャンス目からの新ジャですね、まあ、結局最終ゲームでなんか虚ゲーだなこれ。あんま上がんねえもんな、何でもいいぞ何でもいいんだぞ、ベールしかない残念、ね、ということで5枚目です。よし745ゲーム700ゾーンですね。もう金はない、金はない、4万4000。あー押せない押せないが出たね、ぬるいぬるい風、おじゃあ3でいったんだ、すごいね、やりました。4万4000、ようやく2回目の AT でございます。よいしょ、あーこれが入ってくれればね話早いんだけど、おそらくね、来た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 、チャンスチャンスチャンス、この猫もく娘チャンスさせればステップアップレベルアップ
左よっしゃー来た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 始まるぜ同じことをやりゃいいだけよ6ゲームもちゃんと残ってるうまいやまさかの要求名一発で猫娘を追ってくるとははいはいもう一回もう一回もう一回ああ勝手に来ないいかがですかいいよ持ってこい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 お願いお願い猫娘チャンスいやー敵が強いあれからのからのからの頼むああ来たー猫娘刺せばいいだけ刺せばいいだけ猫娘チャンスあるよあるよ引けてる引けてる一瞬たまらんわたまらんわこれなんすよ覚醒確定いやー素晴らしいああもういいねいいねもうこれ最上位なんでこんなにつきそうみたいな展開でも一発があるからゲゲゲの鬼太郎はあとはこれで 80% をしっかりと射止めながらもし落ちたとしても激闘に落ちるだけなんでそれをしっかりともう一回上げていくことができればやりたい放題あとはあの継続率言うて 80% なんであのゲゲゲボーナスをねしっかりと取っていけば弾がついてくるんでたまんねえなおい初当たり2回だぜ、まあ、ただ4万4000入ってるんでね結構の枚数は必要猫娘二乗りで刺してここまで来るってやべえなそんなに刺さるやつじゃないのよ猫娘タッチーボーナー取ってましたボーナスはねこれしっかりねあれなんですよ取っていけばあの別に継続させなくても25ゲーム戻ってくるんでST なんだよこれおもろゲゲゲおもろやっぱいやみんな分かってないよねマジでこの面白さをどんどんいっちゃうどんどんボタンの封印を解除しろ解除したナイスブー解除しちゃうのよ始まっちゃってんなみんなゲゲゲの鬼太郎辛い辛い言うけどこれ二の二で勝っちゃったらもう甘いよそれはお役前突破でございますまだまだこんなもんじゃないからねゲゲゲの鬼太郎ってやつはこうやってボーナスを続けていればもう絶対に終わらないからね絶対終わらないしボーナス使えるために250万円もらって225ゲームできるからマジで最強チャンス目がなかなか来てないねさあ終わらせてなるものかなくない押せないのよいやさすがですわでこれがないチャンス目ボナコイボナコイボナコイうわーボナじゃない学生バトルわない
ちゃダメか。終わっちまった。早い。もう一回上げないといけない。猫娘待ち。何もできないな。続けりゃいい、続けりゃいい。押せない押せないよし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 。あれ外れてもああやって復活するのか、エロいね。60% を通し続ける戦い。あー弱い弱い。ダメだ、墓場に戻ってきてしまった。だいぶ追い込まれたね。これは頑張るしかねえ、頑張るしかねえよ。あお、ダメだ。1125枚、思ったよりやれんかったね。2代目トラブルやってまいりました。まあ、1代目のゲームも CZ も重かったし、まあ、そんなにいいところはないかなといったところで、まあ、どうしようかなとは思ってたんですよ。でちょうど、ね、覚醒入って束が出たタイミングだったんで、周りちょっと見渡したところ増大されたばかりのトラブル開いておりましたが、見てください。そりゃそうですよね。今日という日にトラブルが開いているということはつまりそういうことなんですよ。ストレートで3000倍でございますいやー無理ですねそれは。ということでお辞めになった方がいらっしゃいましたんで、私が救ってあげようというところでございます。ただなんか話によると、250に1回刺さっているらしいんですよね。だから多分シンプルにやれなかっただけって可能性もゼロではないんで、状況的にはこっちの方が設定に期待はできるとは思うので、まあ、とりあえず半分しか回収できなかったですけど、まあ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 、ゲゲゲであそこまでやれたらよかったでしょ。頑張ったよ俺は。無謀なゲゲゲ狙いだったから狙ってねえよ別に狙ってねえけど座らざるを得なかったんだからこっちは。まあでも本当にこのトラブルという台はやれなかったらね、5だろうが6だろうが10万いかれるのは結構ザラなんで、しゃあないのよ。誰も責められない彼のことを。押してほしいです。ほぼあのちゃんだよねはい、522ゲームプッチンチャレンジ。ない。はい、いただきますいただきますよし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 、早い早い。カウンターチェックしたんですけど RB つきますね。なんで駆け抜け駆け抜け一発駆け抜け駆け抜けだが、もうすでに3回ぐらい駆け抜けてるんで、これトランスポイント的にもうまいっすわ。確定ですすごい、救ってあげないとなこいつのこと。ペロペロチャンス。まあ弱いか。どんどん行こうぜ、どんどん行こうぜ。やばい、救われない。復活。
ないマジか太陽薬やっぱ左むずいわ。まあでもあれ引いてる時点で当たったら大体ね先プーンなんだよね。150バルーン8メートル紫か合っていいだろさすがに。ナイスよし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 軽かったさすがにね、さっき外してんだからこっちは。はい、そりゃそうだ。そりゃそうだ。ロブスプロ。レバー一回多かった。長いかもしんないな。いややっぱ長いわ795でかいでかいよでかいよ頑張ろうアイテム欲しいね800ぐらいあってチャンス目1つはもうさすがに ST 中にチャンス目8回ぐらい引けちゃう。あっちあっちほいさすがにあ、まあまあ置くね400いけんじゃね。あーいけないかさあ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 ここ決めれば 34% チャレンジ。ここで引けないか。せめてベル引ければね欲しいな。何も引けないわ悲しすぎるわ。43%2回全然惜しくね。終了画面もクソ弱いしダメかベルすら引けない。でもなんならこれで駆け抜け5回目ぐらいでしょ。で、あと合間で連続演出外れでも貯めてるからそろそろトランスアップいいよね。せめて1回ぐらい参戦来てんよな。この台1回も行ってねえから6枚目7枚目助からないかもしれない。そうせっかく満枚出して取り返したのに全て持ってかれた。いやそろそろトランスか覚醒しねえかな。トランスがでだってこれだって何枚よこれちょ見えねえんだけど。え何枚これ5000枚ぐらいってことこれ多分上が満枚で多分半分ぐらいだからマイナス5000枚ぐらいかな多分。6回は溜まってるよねポイント。であと野良で2回は溜まってるし一発天井ぐらい行かないとダメかな。あんまり天井行くだけじゃねえんだよなこの台。まあやっぱスマスロって基本的にめっちゃへこんでるやつに座っちゃダメだよねここ1ヶ月でカラクリの3000枚負けてる台にヒロシに座らされて10万ぐらい行かれてでついこの間もバルブレイブで2000枚ぐらいやられてる台に座ってめちゃめちゃやられてなんなら1回もスーパー入んなくてで今日も3000枚行かれてるトラブルで何もできない。そういうことなんですよ結局。8枚目軽
助からないこれは助からないよ絶対に。どんだけチャンス目引いてると思ってんだよ。822ゲームだよ、バルーンだよ、7万3000だよ。いいペースじゃないか。どうなのこれ、当たるの正解なの？天井行った方がさ、トランス稼げていいんじゃない？弱くない？そんなことない？なんか当たるだろ、当たるだろ、当たった。いいのかなこれ、831って書いてあるんだけどゲーム数もうちょっとで天井だけどな。トランス、トランス、トランス、あー煙らない、煙らない、何も見えてねえもんな、羽も、もやもないのかもしんない。まだトランス5ぐらいしか溜まってないかもしんない。たまりは9枚目。ナイス。ナイス、よいしょ、せいやはい、わしょーい一気にいったね、マジでほぼマイゲームなんか引いたわ。はい、ということで8番戦、トランス、トランス来たぜトランス、そりゃそうだよ、来るに決まってんだろ、ダークネス計画。あー違いそうだね、はい、幸せの発明品はダークネス計画ではございません。ヤミちゃんのミッションじゃないといけないので、いやもうここしかないでしょここダメだったら帰るしかないでしょもう、まあ、とりあえず V ストック1個持った状態で始められるんで、なんとかなんとか頑張りましょう。20ゲームで1回とりあえず自力で継続させた上で、10ゲームで自力で1回継続させないといけないから、いやまあさすがにそろそろ溜まってると思ってました俺も、いくらなんでも何の示唆もなかったけど、そういうことじゃねえから、前任者の意思をしっかり継いじゃってるからねこっちはね。一応どこか今日の1枚何もねえわよいしょ、さっきのチャンスゾーンのままのペースで子役レイアが引ければいいんだから、そしたら絶対当たるから、大体今日ベル1回も刺さってるんだから、そうそう刺さるだろ、ういおい よし、いいペースゲッツ出ちゃったからね、今ゲッツ出ちゃできちゃった、5億、5億のね、5億、あーマジか、4億9999万9999
200枚ぐらい足りなかった。いやマジで待ちに待ったトランスポイントだからね。これもう唯一のチャンスだよ本当に。他にだって希望がなかったんだから、なんとかしよう、本当になんとかしよう。あと4回 JK 通せば強いだから、よし参ります。使いました。じゃあなし。ペラペラチャンス。ああ触れた。これ500超えるわ。400超える。どっちだっけな。いや500超えるはず。あでかっ、ペロ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 チャンスなんすよこれはペロペロしちゃったね、だいぶ。いや心なしかバイブ長かった久しぶりすぎてあんま覚えてないんだけど、心なしかバイブ長かった。これまではブーだったのに気がするのよいやすごいね。あーだよね、そりゃそうだ、普通そうなのね。当たり目なんだよな。よーし、今日一大事な戦いが始まる。いいやつだよね。43%ありますよ。やってしまいました。やめますよ、俺やめますよ、心に決めてたからね。最後のチャンス生かせませんでした。はい、では店内状況見ていきましょう。まずは北斗の拳から6700枚、俺たちの筋肉マン、俺たちの筋肉マン5600枚、俺も3000枚出てるね。俺たちの筋肉マン7400枚、さすが俺たちの筋肉マン。オキドキブラック4100枚、2900枚、ゴッドイーター5300枚、モンキーターン9800枚、3400枚、L 円矢の消防団4200枚、そして5400枚で、私が打てたトラブルなんですけども、すんげー出てるんですよ。4900枚、そのお隣8600枚、お隣3200枚、この3200枚グラフ見てほしいですね。これですよ、ずっと上プラスよ。でこれ俺の台マイナスいくらか分かりません。でお隣3700枚なんですけど、これも同じくね、ずっと上で揉んでるんですよ。で隣8000枚ジャストだね。これもグラフ綺麗っすよ。頑張れ変わった、ほら。でこれもグラフ綺麗なんよ、5600枚。なんでなんで俺が打った台だけあるなの。まあ意味はわかるよ、だって前輪車が伸ばしてんのもん出始めたね。いやいやいや、2000と2700、チバリオ2 8700枚、グラフなんかめっちゃいいな、全然へこんでねえけど。せいや3600枚で、これ3900枚、これが3600枚で、チバリオ戻りまして8200枚、6500枚、北斗別島のメインの方の北斗ですね4700枚、北斗無双4400枚、でこれ上位入ってるから多分無限だね3400枚で5000枚、カラクリサーカスまんまオーバーで、隣も4000枚オーバー5300枚、7300枚、5800枚、4300枚、6900枚、ラストバルブレイブいきましょう。7100枚、7400枚、5100枚、3000枚、4600枚、3600枚、6000枚。まあまあ入ってはいそうだけどね。これ増大された新しい島なんですよ。メイン島行きますけれども、まあ、ミミズじゃない、揉めてるだけ優秀だけどね。これはちょっと若干ミミズっぽい。この辺はまあ3000枚ぐらいしてて、まあできてないって感じだね。より切れてないんだろうね。
でこれが6800枚。この台が今日のナンバーワンっぽいですね。17000枚。上での揉み方えぐいね。17000枚。ミミズに入ったんじゃない、これもしかして。でこれ4500枚。でこれ5600枚。3900、3600とかはまあまあ当たり前ですわ。でこれが8000枚。14900枚。まあ間違いないね。これは7700枚、8700枚、ハードに12600枚。1、2、3撃、すごいね。うまエンディングでいい。お疲れ様でございました。ということで本日は福岡県にございますユーコーラッキー37太宰府天さんの収録でございましたけれども、まあ抽選負けたのが悪いっすよね。まあ毎度ですけど、本当に抽選負けた時にどうやって勝つねんっていう話なんですけど、難しいっすわ。の鬼太郎行きまして、まあ正直あまりいいところがなく4万4000かな入れまして、でなんとか覚醒まで行って、で1060枚ゲットしました。そこまでは良かったですね。まあまあ負けは1000枚ぐらい、まあなんとか戦えてるかなという感じだったんですけど、そのまま空いていたトラブル、まあそれも失敗でしたね。まあ正直マイナス3000枚入れてるトラブル、ニッチもサッチもいかねえからやめたと。ただ250ゾーン1回刺さってるという噂は聞いておりますが、そこからみる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 登れまして、私が持ってた1000枚どころの騒ぎではなく、追加投資増えまして8万1000円いきましたわ。いきましたわ、8万1000円まで。でなんとかトランスポイント解放したんですけれども、出せず。 V ストックあってね、2連はちょっとやってないですね。まあ、ただペロペロチャンスで850枚ぐらいゲットできたんで、まあまあ痛手はちょっと減らすことができましたけども、まあ最終的に何もできなかったと言って差し支えないかなというところでございます。8万1000円投資回収1045枚。まあまあ全然ダメっすまあまあじゃないっす、全然ダメっす。いやートラブルね、面白いんすよ。で今日もいいとこあったんすよ。なんすけどね、それが一日中ああいう形になることもね結構あるんで、本当になかなかあいつはやべえ女っすよ。本当に意外と簡単そうに見えるんだけどね、参戦が。まあ今日も結局ベル刺さってないんで、ベル刺せる日じゃないとやっぱ勝てないんですよね。で 16%?15.9% なんですけど、 16% のベルが刺せないとああなるんですよ。まあ、基本的にチャンス目が13分の1で10ゲーム中に引けっていう話なんですけど、でそれで勝つ対応役じゃなきゃいけなくて、で、まあ、対応じゃな役じゃなかったら 35% か 43% なんで、まあ、正直チャンス目に期待するのもなんかちょっとおこがましいぐらいのレベルなんで、まあ、ちゃんとリプレイでミッション持ってきたりとかベルで通したりとかっていうことができなかったら、まあこうなるよねっていう、なんかそういう台があるんじゃねえか、もしかして。ミミズ的なものではないですけど、ひたすらベルが刺さらなくて、ひたすらリプレイが刺さらなくて、連チャンを伸ばせないっていう台がもしかしたら存在するのかもしれないですね。じゃないとめちゃめちゃ出ちゃうから、あの台いやだからもう本当ね、ミミズとかモグラ的な何かがあるんじゃないかと疑っちゃうぐらい、本当に刺さる日と刺さらない日の差がすごい違うんですよ。で今日は完全に刺さない日でしたね。ベル何回引いたか分かりません。初当たり自体はまあ5、6回取ってますから、でその間にねベルももちろん引いてますんで、まあ、正直 16% だったら余裕で引き負けてるぐらいは、ベル引いてますんで、それを刺せなかったらまあどうしようもないですよねっていうところで、まあ、ただトランスポイントねしっかり解放してくれたんで、まあ、やめ時がしっかりと明確に、分かってよかったです、ね、あれでトランスポイントを解放しなければ、そのままずる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 と投資ばっかかさむようなタイプの台だと思うんで、まあ見切りつけれてよかったかなと思います。そしてお店的にはねトラブルクソ出てたんで、正直なんであの台だけ出なかったのっていう、だから本当にミミズ的な何かがあるとしか思えない。どう考えてもお店的にはこれ全然出す気満々でしょっていうレベルのあれだったんですよ。にもかかわらず出せないっていうのはちょっとまあすごい悔しいですけど、でまああとはねカラクリサーカスとかバルブレイブとかはいつも通り出てましたし、ジャグラーの方までしっかり見れてなかったですけど、今日ガリゾーさんとかね、今風ナナリさんとか来てらっしゃったので、まあ、その辺も多分安定して良かったんじゃないかなと思うんで、ガリゾーさんの日にジャグラーが弱いわけないから、ね、後でちょっと見ていきますわ。はい、ということでお店的にはまあ十分だったんですけど、私が抽選勝ってればねバルブレイブに座ってやんややんや言ってたかもしれないですけど、負けた時にね、まあでも本当にあのトラブルに関してはマジで俺あると思ってるんで、未だにクソ負けてるますけど、ただあのデフォルトしか出てないし、ダーウィンとかもデフォルトしか出てないんで、まああの台だけなかったんかなと思うんすけど、もう思うんすけど、まあでもこのお店がさあんだけ出しててあの台だけ外すってことあるのかなっていう、お店への信頼で 50% 嘘だろって思ってて、
普通に挙動的にはなかっただろうって 50% 思ってます。 50-50 でということで、まあでも他の皆さんは出してらっしゃったんでね、とてもグラフも綺麗で、設定ありそうな感じだったんで、まあトラブルは全もしくは1台以外っていう結論でございます。ゲゲゲでもねワンチャン出せそうな気持ちはあったんで、あれもちょっともしかしたら続きてたらなんか起こったかもしれないですけど、まあでもこの時期にゲゲゲで設定入るというよりも今日増大しているトラブルの方が絶対入りそうな気がするんで、ムーブとしては間違ってはいないと思うんですけど、まあそれで出ないのがトラブルなんでね、また次の機会に頑張りたいと思います。せっかく満杯出して、今月ね、トントンまで行ったんですけど、これで6連敗かな5連敗かな分かんないですけど、めっちゃ負けておりまして、まあそろそろ満杯ぐらい負けてるんで、最盛期から最盛期って言ってもトントンなんだけどね満杯出す前、やっと満杯出してトントンにしたのに、その分そのまま飲まれたって感じなんで、頑張ります。また1から頑張ります。ゼロから、いやマイナスからマイナス20万から頑張らないといけないですね。はい、ということで明日以降も頑張っていこうと思いますので、ぜひ引き続きいただきチャンネルの収録スケジュールをご覧いただいて、近くのお店に遊びに来ていただいて、外務を励ましていただければ幸いでございます。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。それではまた次回でしましょう。バイバイ。